今回は、デラックス妖怪ウォッチタイプ0式対応の妖怪メダル0と Z メダルでありますの方を開封していきたいと思います。4パックゲットできたので一気に開けてみたいと思います。何が出るのかな。いきます黒メダル、いこういと思います。一つ目は、せーの、じゃん。お、おにぎり侍。そして、もう一つは、じゃん。お、三つ股の土。なんかちょっと、怖い妖怪出ました。そして、二つ目は、何が出るかな。せーの、で、じゃん。のぼせとんまんだ。とは、じゃん。さかさ。のぼせとんまん。知ってるキャラクターだ。子供が喜びそう。ホロメダル。なんか来るかな。お願い。せーの。じゃん。あれ？自画じいさん。なんか、偉そうな感じ。と、じゃん。あ、ホロメダル来た。ミスタームービーン。なんか面白いのが出ました。ムービーンだって。最後の5パックは何が出るかな。せーのでドン。一旦ごめん面白ともう一つ、せーの、じゃん。おにぎり侍が2つ出ちゃった。では今回はこの7種類をデラックスを妖怪ウォッチに入れたらどんな反応をするのか見てみたいと思います。では Z メダルの音声確認をしていきたいと思います。またの土で、どうせとんまん、これはみんな知ってるかな。出ない。そして一旦ごめん。そうじゃないよ。あ、そうじゃないよだけかな。自画じいさん、いきます。そうじゃないよ。そしておにぎり侍、かわいい。もうこれも出ないですね。で、ホロメダルのミスタームービーン。そうじゃないよ。でもホロメダルの方が反応がいいかもしれないですね。でもやっぱりそうじゃないよ。で、サッカサ。やっぱり出ませんでした。どんな音声が出るかはゼロ式が出てからのお楽しみっていうことになるみたいです。以上、妖怪メダル0、Z メダルの紹介でした。